ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、どうしてもこの辻チャンネルである企画をやりたいっていう方がいましてですね、今日はその人がその企画を持ち込んで来ちゃったんですよ。なのでちょっとお呼びしましょう。どうぞ。どうもどうもどうも、アップロント唯一の芸人、上場軍団の鈴木健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出れたよ、つじチャンネル。ここオールカットとかないですよね。俺カットしたことない。やだやだやだ。だから全部モザイクかけとこうかな。やめてやめて、映してください。いやちょっと待ってください、はい、イベントの司会をやって仲じゃないですか。いやいや、一日限りじゃないですか。いやだからそういうのもあって、うん、ぜひ辻チャンネルにも出たいなと思って、はい、企画を持ってまいりました。企画？はい。それ私にできる企画？できるというか、イベントやったじゃないですか、うん、その時にあのビンゴみたいなやつ、うん、でその中にいろいろ踊ってくださいとか、なんかセクシーポーズしてくださいみたいな、いろいろありましたけど、はい、唯一俺が、あ、いいじゃんと思ったの。なになになに、そんな目で見てたの、私を。そんな目で違う、あの、やった中で、うん、一個、穴埋めクイズやったの。あれ得意だったね。そうでしょ、うん、穴埋めクイズは辻のぞみが得意だった。やばい、出ました。そう、だから勉強はあまり得意ではないが、うん、はい、穴埋めになった時点で急に強くなるんですよ。はい、そうなんです。なので今回は僕はこういう企画持ってました。はい、はい、辻のぞみの穴埋め女王への道。どういうこと？文章は例えば解くとか最初から計算問題じゃなくて、どっか穴だけ開いてれば、そうそうそう、割と分かるんじゃないかということで、100問100中よ。そう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 。それわざわざ考えてくれて。そうです。いやー、お暇で。ありがとうございます。お暇でやっていただいて、もうずーっとこれ考えてましたから。はい、ということで、じゃあ次のぞみの穴埋めクイズスタート。辻チャンネル。はい、今回は、うん、あの主要5教科。主要って何ですか？待って。あー、うん、立ち込めてます。あー、何。主要っていうのはだから、はい、もう主役級の。あー、はい、はい。国語、数学、理科、社会、英語、この5教科を、うん、それぞれ2問ずつ持ってきたの。計10問。10問。あ、はい、10問ね。はいはいはい。全然。主要分かんなかった。不安だな。なかなか聞かない。主要言いますよ。主要は。じゃあ最初、数学からいきます。はい、いやー、数学はね、得意なんです私。あ、一番自信ある。うん。あ、じゃあいい。2でした、2。2でした。ピースピース。唯一の2だった。唯一の2が、え？それ。それ以外は、オンリーワン。オンリーワン。じゃあ、行きましょう。それでは早速、数学の1問目、はい、穴埋めクイズです、はい、こちら、円の面積の公式。来た、来たよ。待ってね、はい、分かる。いいの？いいですよ。え、これいいの？私全然出ていいですよ、だって女王への道だから。行きます、はい、行きます。半径×半径×3.14。正解。すごい。なめてるでしょ。これはできる。じゃあ続いて数学、うん、第2問、じゃじゃん、こちらを穴埋めしてください。速さ×ほにゃららは距離。え、これさ、はい、今必要。でもここにもちろん辻ちゃんも知っている言葉が入る。言葉ね。待って、でもね、やったのは覚えてるの。そう、絶対やったと思う。やってるよ。これを入れ替えたりして、いろいろ逆に速さを求めた。そういうのもしてた。この3つがセットだと思う。いきます、うん、はい、それでは答えをお願いいたします。速さ×遅さは距離。違う？正解です。正解？不正解。不正解？全然違います。速さ×遅さって何すか？全然違います。だってさ、速さでしょ？うん、
伝わって、ほんとあの工事状況じゃあ最初の文字言います。時間。そうです速さが結構時間みたいな、やんなかった、はじき。あ、やったー速さ、時間、距離、はじきだ。そう、あの丸書いてなんかそのテントウムシみたいな。それはわかんないけど、それはわかんない、はじきはやった。そうそう、それですよ。2問目ただ不正解。え、合ってたでしょ、最後あれ正解、あれ正解する、あれ正解にしよう。じゃあもういいでしょ、だって縄文になってるそうね、続いて、はい、国語、ことわざです。じゃじゃん、ほにゃららから目薬。わかる何ですかその。わかるんだよ、うん、ちなみにあの今やってわかると思いますが、1問目2問目で1問目のが簡単です。これの方が、そう、だ次に出てくる問題のちょっと、ちょっと待って、わかるの、これ知ってんの。はい、極上。あーあーでもわかんの、すごいわかんの。近い天井。違います。いや、そうだよね、そういうことなんです、場所なんですよ。ビル。違う、ことわざよ、ビルは出てこないですよ。ベランダ。違う、もうなんでそれ出ないのっていうぐらい出てないですよ。じゃあ最初の文字言います、得意の最初の文字言った時点でわかるっていうのがある。2です。庭。庭じゃない、庭じゃない、2がつく、目より上。やばいやばい、もだえております。ニトリしか、さあ、女王がニトリしか出てこない、ニトリしか出てこない、ニトリ。ただ文字数は合ってるんです、文字数3文字か。そう、あー、じゃあ最後に言う、それでわかるか。い、に、に、うん、い、にむい。うん、にういって何じゃあもう大ヒント言います。あなたは1階にいます。2階。正解、見事3問連続正解です。2階から目薬。いや、わかんないよ。嘘、わかんない、でも聞いたらわかる。いや、そんなあったなって感じでしょ、うん、ただ続いてるのか国語、ことわざ、2問目だね。ほにゃららの犬間にほにゃらら。知らんもう諦めております。姑の、うん、でも意味としてそうなの、いない間に、うん、いちゃいちゃ知らんけど、あなた方がそうしてんのか知らんけどでも、姑って言ったでしょ、うん、姑は世のその女性からしたらどんな存在ですか。例えば怖い、怖い、鬼。鬼の犬間に、女王が、女王来たぞ。鬼の犬間にもう目薬してるインスパイアされすぎですよ、一番鬼の、鬼の犬間にほにゃら。最初、せ。せ。じゃあ、大っていう、うん、家事です。洗濯。正解、鬼の犬間に洗濯。4問連続正解です。すごいな、私どんな編集になってんのこれ、怖い。すごい、すごい、超テンポいい。すごいね、すごいテンポいいですね。テンポいいね、テンポよくいきましょう。じゃあ続いて、はい、英語。出た、こちらを穴埋めしてください何かお困りですか。 Can I ほにゃらら you。 お困り、 Can、 困ってますか。だから海外の方が日本に旅行行ってて、こうやって最初に声をかけてあげると、クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン言う。ああ、そういうことね、うん、あ、クエスチョン、違います、違います、違います。ここは何、困る、何か困ってる時にしてあげること、助ける、うん、英語でな、言うのじゃあ、あなたは無人島にいます。はい、さあ、助けを英語で求めてください。何？ほら、ここ
違う。呼んでる、呼んでる。へ？セガー。じゃない。すごい。やー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 。言われるやんか。じゃあ、Can I help you? みたいな。聞いたことない？ない。ないかい。ないけど。いや、でも見事ですよ。すごいすごい。今のだったら、まあ正解としてもいいでしょ。やった。じゃあ、続いて、英語2問目。はい、こちらです。サンデー、マンデー、チューズデー、ホニャララ、サーズデー。いやいやいや、これはできます。私、英語習ってたんですから。本当？カモンって助けてる。カモン。じゃあお願いします。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー。すげえ。サーズデーの後言われます？え？サーズデーの後。フライデー、サタデー。おお。曜日情報。見事。6問連続？正解です。こっちの方が難しくなかった？こっちの方が簡単？これ全然簡単。そうなの。書くとなったら難しい。書けはし、あ、書けるんですけど、全部ここがなんかダーになる。ダー。D-A-R みたいな。そう。ん？ダ、ダ、デ、デ、デイ。D-E-I。そう。いまだにそれをやってて、だから誕生日とかも、ハッピーバースデーが、ハッピーバースダーになっちゃってるらしくて。なるほど。そう。だけど、その前はもう分かるんだね。それはもう分かります。見事6問連続正解です。イェイ。さあ。続いて社会。